さあ、大垣行きの養老鉄路のホームの方に戻ってきた。今ちょうど EB 行きが入ってきたということは、もうすぐ桑名行きが出発ってことですね。ちょうどタイミング良かった。いやー、いいタイミング、いい感じですね。JAL 桑名行きでね、帰りはクロスシートがいとって、そっちの方でゆっくり、もう花瓶取っちゃおうかな。あ、これあかん。2両編成のオールロング車。よし、仕方ない、行きましょう。よいしょよいしょ。さて、着きましたよ。途中でね、起きとったらもう淀駅で降りました。もうそうですね、今そっち側でも留置してるんですね。で、そっちにもそっちで、さあ、で、向こうは向こうで大垣方面に入れ違っていくと、結構これフルに使うことあるんですね、こっち側も。今、丸い三者三様のね、まあ、こっちと東急、東急この音は近鉄のあれですね。そんなことあるんだ。よいしょ、しちゃおうよ。そう、行きにも気になっとったんやけど、すごい氷炭がいっぱいね、駅名表も氷炭なんかな、これ。いや、氷炭なんだ。へえ、ね、すごいいっぱい氷炭。だいぶ色もついてますもんね、いい感じで。氷炭ね。はい、すいません。おお、あ、こんにちは。めっちゃ変わんないでもあるんや。横道です、これ。よろすとヨーロッと使ってるんですね。コミュニティ FM かなんかみたいですね。で、ヨーロはね、子供の国が有名ね。ヨーロ天地、反天地、天命、反天地とかね、なんかいろいろあったり、ね、であっちの方行くには、まあ、もう歩かないといけないはずですけどね。塩駅前に昔はいろいろあるみたい。よし、まあせっかくなんでね。よし、トンネルとかね、ある方まで行こうと思ったらちょっと大変ですからね。本当は養老ミートもね、養老って言ったら養老ミートもね、養老駅から、これは養老公園、無料シャトルバスとか出てるんや。14時15分。あと5分、養老公園の方行くんだ。ちょっと駅前をぶらつきますかね。ちなみになん、なんか氷炭に関する言われみたいなのが書いてあるのかな、ここに。こういうのね、取っとくとね。あっちは病院に行くやつね、コミュニティの。座席をだいぶ削ってるんですね。これのお話なんか出てますね。元正天皇っていつの時代でしょうね、私わかりません。すいません。国宝の男の巻きを取るときに、ちょっとですね、やってみました。親孝行な人がいたらしいね、お酒が好きだったんで、氷炭腰につけて帰ってお酒を買ってね、喜んでるからね。酒の味がする水なんてのがあったんですね。で、前のお客さんでまたかに注意があったから、お茶屋さんにお見に入り、養老へお越しになりました。あれね、そんな酒が湧いてくるところがあるんやったら、ね、俺だって飲みてえたわけですね。そういう、やっぱみんな酒が好きなんですね。で、お酒の、これはこの感じの、親子、お神様がお褒めになり、神様が近いとのお見なり、年号、養老と、あたみになり、養老の滝となるわけだ、このところ、海ののわけだ。あ、そういうあれだ、それで氷炭なんですね。なるほどね。
こっちの方とか歩いたらあるのかな、ぐるりと。きび羊羹、羊羹、この奥、登ったところはあれやんね、大総国道はもうちょっと先か、ちょっとぐるっと見てみましょう。さすがに駅間散歩はしないですよ、こっからは。ちょっと駅前を、駅から駅の間歩くにはまあダウンヒルっちゃダウンヒルですけど、まあしんどいっすよ、さすがに。よし、すごいすごい強そうな名前ですね。ワシズっていうんですね。これワシですよね。うん、ワシだ。ちなみに、そっちにもあるか。よいしょ。冷凍倉庫もあるんですね。ちなみにこれは和紙図ですよね。まあね、あのすっかりあの赤木で有名になったような和紙図ですけどね。ちなみに和紙と鷹のね、味方のね、覚え方っていうのがあって、ね、和紙はつく詐欺の道へって言ってね、和紙っていう字は就職の衆なんですよ。で、和紙はつく。で、詐欺っていう字は上が道なんですよね。なんで詐欺の道へって言って、わしはつく詐欺の道へっていう覚え方がありますよっていうだけの話です。お、なんて話をしてたらピッチのアンテナがあるじゃないですか。そういえば今回はまだピッチのアンテナに触れてなかったですもんね。いやいや、私としたことがこれピッチのアンテナに触れないなんて。あら、あ、線路がこっちになってるから、こっちの方に出場してくるんですね。よいしょ、まだ話さそうだけど、これどう、私有地かな、私有地じゃない、トレールね。さあどうかな。まあこれで、ね、8本立ってますんで、こいつはね、もうウィルコムの時代以降に作られたやつで、まあ Y モバイルの時代に入ってからはもうね、アンテナの増設なんてやらなかったんで、ね、あんなもうやめる予定のね、PHS なんてのはね、わざわざ作りませんからね、あのソフトバンク系列がね。あ、もうウィルコムのマークもなくなっちゃってますけど、どっかに面影はないかな。なさそうですね、残念。ね、一応メーター付けてこれで電源取ってるんですよね。まあそれそうなってないと電波飛ばせませんからね。今も動いてますね。準動作になってますもんね。コスモスじゃないような、なんか咲いてますね。よし。いや、ピッチのアンテナも見れた。いやこれで一通り押さえましたよね。きれいな。あ、これは、回送列車が出てくるかな。撮ってみましょう。あっちの方から出てくるのは珍しいんじゃないですか。発光線じゃないと思いますよ。こっちだと思いますよ。線路がこっちに繋がってますよね、今。あの、幻のホームの方になってるのと、おお、来た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 。すごい、電柱も木ですし、歴史を感じるあれですね。もう最高でしたね。よいしょ。で、あ、もうまだ線路戻ってないな。で、そのうちあれがまたバチャンと戻るんでしょ。こっから先はもう
あとはノービーヘアがね、ふわーっと広がってるだけですんで、うん、おちょぼさんとかも探せば多分見えてくるとは思いますけど、とってもじゃないけど、ちょっと歩いていける距離ではないですからね。よいしょ。なんやかんやってこの沿線って市町村合併でそんなくっついてないところが多いんですね。養老町もそうやし、伊比町もそうやし、池田町もそうやしね、あとは合同町とか声でね、あのいわゆる市町村の市がなく、ね、少なくて町村、町と村が結構なんやかんやってありますね。まあ村はないか、町だけか。結構市町村合併でこんなところがね、大垣だってそうですもんね。びっくりするようなところ大垣っていうというふうになってますからね。チェリオがあるやん。ね、ここはちょっとチェリオで、あとやっぱ養老鉄道ってトイレ力入れてますよね。ここもトイレ綺麗じゃないですかね。結構橋の、まあ、ここはだいぶ主要駅ではありますけど、ちゃんとね、出てますね。ちなみに一時預かり駐車場、330円、1日ね、1回1台1回、330円ってまだだいぶ安く設定しましたね。さあ、すんなり行こうかな。これは、ああ、養老公園の案内か。こうやって見るとすごく近そうには見えますけど、多分ね、そんなに近くなかったはずなんだよな。まるで養老滝ってヒュッて書いてあるので、なんか行けそうな感じですけどね。で、まあ確かに距離だけ見たら400メートルとかね、まあ、まあ、ね、養老滝半って言ったから、養老公園の方はまだ行けるつもりですけど、養老滝2200メートルってね、2キロやったらいけそうな気もしますけどね、これね。甘いですからね、山の2キロはすごいですからね。よし、ちょっと、一応、途中まで行ってみようか。飲み物先に買おう。向こう出たら何かしらあるかな。養老、ジョイフルがあった記憶はあるんですけどね。あ、溶岩、溶岩買ってくるかな。あ、ほら。よし、あ、有機お茶あるじゃないですか。これ美味しいんですよね。どれ買っていってみようかな。で、養老の滝。よいしょ。あ、こんなところに行くよ。あ、まあまあちゃんと歩いてこう行けるような感じに整備されてるんですね。まあ上り坂なのは致し方ない。はあ、結構鉄道利用されてる方がいるんですね。まあ、時間的にはですけど、これは古めかしいですね。近鉄養老駅ってなって、大きい近鉄ってなってますね。昔の名残が残る。で、これでダイソー国道じゃないな。これダイソー国道じゃないですよね。先のところにダイソー国道があるんですよね、確か。あれ違ったっけ。あれ湯の城、なんか、そうだ、これは県道56号線だから、これちょっと行くと、どっちやったかな、行くと、湯の城ってあれか、湯の城はあれか、あの、あそこにあるやつですね。あの、あそこだ。あそこはあれ。なあ、疲れて名前が出てこや。日帰り、湯煎かけ流し、湯煎の里、2.3 キロ。ちょっと歩くには、まあまあ、ちょっと、うん、っていう距離ですよね。そばどころ竹戸。お蕎麦有名なんだ。
さんなんだ。へえ。よしよしよし。ああよし、十分満足しましたね。ああもう何せね、皆さんあれかもしれませんけど、いえね、私にとって見れば今ね、夜中の2時の感覚なんでね、よく下ネタも言わずにね、我慢してますよ。よいしょ、すごいですね、行動がフュッと狭くなってる理由は木っていうね、今から公園でキャッホーをするね、体力はもう全く残ってませんからね。おそらくここから桑名までは、むさぶるように眠ると思います、はい、ですので多分途中の動画は何もないと思います。まあ養老までも何も撮ってませんでしたけどね。よいしょ、もう撮れなかったら撮ってますからね。こっちは何してターミナル撮ればね、こっちはねもう撮れなかったらね完了なんですやっぱ行きしなでもう終わってるんですよね。基本的にはもうこっちのね旅の基本コンセプトはね、こっちには特に時間ないし、まあ、せっかくですからちょっと横向かっていこうかな。はい、ということでね、買ってきましたよ。きび羊羹とね、あとね、わらび餅も取ったんでね、美味しそうやったんで買ってみました。あとでまた聞かせていただこうと思います。はい、いろんなね、話も聞きましたけど、面白いところでした。で、なんかね、やっぱりね、そう、紅葉もね、またいいところですからね、ぜひ紅葉の時期にも来てくださいってね、というね、それね、またこれは来ないといけません。まあね、また身の赤坂も取らないといけませんからね、そう。今回、次来た時はちゃんと切符買いましょう。で、次来た時にはあれでしょ、それで遠いか対応しましたとかなってるんでしょ、駅に着いたらそういうお家だと思いますけどね、そうでしょう。さあ、何よろうかな、車だったらね、すって言ってね、よし、温泉入ろうって距離ですけど、ちょっと、歩くにはちょっと、きついかな。よし。じゃあ、よし。じゃあ、とりあえず、あっち行きましょう。電車は次は、いくらかな、あ、いくらかは見やでね。40分やろ、今。桑名駅は14時51分。14時50分。あと11分。あ、もう一人に来るんやな。あれか。そこしか使えんやね。気をつけんとね。さあ。とりあえず、中こっち見ようかな。よいしょ。いやー、なんかよりはこんな。いや、時間がしてしまい、なるほどな。ほん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 。じゃあ、ゆっくり待ちましょう。よいしょ。これどっかもあるね。観光地らしいな。よいしょ。